2月28日から1982年2月6日は、茨城県出身の実業家、酪農家、政治家、教育者、環境運動家。衆議院議員。北海道政楽販売組合連合会、北海道酪農技術の設立者。日本の酪農業の発展と北海道開発に功績を残し、日本酪農の父や北海道開発の父と呼ばれる。 生地跡に立つ鳥羽勘脇の黒沢鳥蔵先生生誕の地比1885年3月28日、茨城県久慈郡与矢村小木で貧しい農家の4人兄弟の長男として生まれる。父母の家とも勝手は相当な資産家であったが、黒沢の代には霊落しており、また、父の飲酒癖がもとで夫妻まで作り家計は常に苦しかった。そんな家を母は、 巡業などもして苦労して支えた。母は、お前は、大酒飲みにならないようにと息子を今しめ、黒沢はそれを守り生涯禁止を通した。1895年に修学年限が4年生のよ、山村神城小学校を卒業後、磯野団という老人が開く水戸学の影響の強い、近くの漢学塾に1年ほど通い、後 近くの村の果て水義塾という歓学の塾に通う。さらなる勉学を積みたく、父母に東京行きを願い出て、父からは貧しさを理由に反対されたが、母にどんな苦労や困難にも耐え抜く覚悟があるなら行ってよい、と送り出された。1899年6月に14歳で東京駅、神田中猿学長の上野清志が、 校長の東京数学院で休事生として生活を始める。が、一年ほど後、東京数学院の教師をしていた松本小七郎の誘いで彼の書生となり、神田の生息英語学校に通うようになる。この頃のことについて、黒沢は海軍兵学校に入るつもりで勉強しており、上京の翌年に入学試験も受けたが、体格審査で落ちてしまった。 とのことを述べている。1901年12月、田中正造が足尾高毒事件について直訴したことを、新聞報道で知り衝撃を受けた黒沢は、田中が宿にしていた東京市芝口2丁目にある越中屋という山東旅館を訪れ、田中と面会する。突然の来訪にもかかわらず快く、 自分を受け入れ、事件のことを丁寧に解く田中の人柄に感銘し、田中と一緒に、農民救済に関わることを決意した。まずは、田中の勧めで、内村肝臓率いる足尾道山、高読災害地学生視察団に加わり現地を見て、さらに独自での現地視察も行った。視察後、学生高読救済会が東京に作られると、これに参加し、街頭演説や、 募金活動を行った。だが、政府の圧力で学生運動が下火になるのを目の当たりにした黒沢は、被害地の青年たち自らが立ち上がるべきではないかと考え、農民が自主的に団結し行動する青年行動隊の組織化を目論んだ。この実現のため、学業を放り出し被害地を回り、集会、演説会、 中央の名刺を招いての懇親会の開催などをして、同志集めに奔走した。このような果敢な行動から、黒沢は、小田中とも呼ばれるようになった。しかしながら、この活動を好ましく思わなかった警察は黒沢を、要注意人物として監視した。ついに黒沢は、反対活動をするよりも自断にした方が良い、との自身とは異なる意見を持つ。 被害地内の農民の家に説得に上がり込んだところを、家宅侵入罪で1902年3月5日に逮捕され、前橋監獄に拘留されてしまった。拘留は6ヶ月間に及んだが、田中が今村力三郎という有力な弁護士をつけてくれた、おかげで無罪となる。この事件で未決集として週刊中に、田中の知人でキリスト教不教団体、 婦人教風会副会頭の牛尾田先生子から差し入れられた聖書を読み、感化を受け、後の1909年に洗礼を受ける契機となる。無罪となった後も活動に没入していたが、黒沢の将来を心配した田中から学問を収めるように説得され、当時席のあった京北中学校に1903年12月に復学し、1905年3月に卒業した。 なお、修学資金は田中からの育英資金経由の混成を受けた栃木県の特使家、竹沼城吉からのものであった。卒業後、このまま社会活動を続けて行こうかどうか迷っていた、矢先、母の休止という不幸に見舞われる。幼い弟米を養う立場に立たされた20歳の黒沢は、新規一点、北海道行きを決意する。1905年夏 北海道に渡った黒沢は、北海タイムスの安倍宇野八に、白石村で落農を営む宇都宮千太郎を、紹介され彼に会いに行く。出会った宇都宮から、牛飼いには三つの徳がある。すなわち、役人に頭を下げなくてもよい。動物が相手だから、嘘をつかなくてもよい。牛乳は、日本人の体位を向上させ健康にすると説かれた、黒沢はその話を気に、入り。 宇都宮の牧場の牧夫となることを即決した。落農の作業は辛いものがあったが、自作の道具で、父絞りの練習をしたりして、熱心に取り組んだ。1906年12月に徴兵され、札幌市の不評連隊に入る。兵役を終えた後の1909年4月、宇都宮から独立する。山花村東頓練で、エアシャーシュ一等でのスタートであった。 朝3時におき牛の世話、搾乳をし、5時には牛乳を配達し、帰ってはまた牛の世話をするという作業を一人で行い、睡眠時間が3時間か4時間という奮闘の日々を送った。そのか斐あって5年後には飼育する父牛が10、数頭にまでになる落農家に成長していた。この頃の私生活においては、1909年1月に日本メソジスト、 札幌協会で杉原成吉牧師より受選し、また1915年に結婚している。夫婦の間に生まれた子供のうち、長男の力太郎は、落農学園大学教授、落農学園学園長等を務めている。1923年の関東大震災直後に、アメリカから連入が、 援助物資として大量に届けられ、また、乳製品の関税も撤廃され輸入品が増えると、道内の練乳会社による、国産牛乳の買い叩きや受け入れ制限が起き、国内の落農家は苦難に陥った。この危機に際し、黒沢は、宇都宮千太郎を含む、他の落農家とともに、落農家自身による、乳製品製造機関の創設を図り、 1925年5月17日、有限責任北海道清楽販売組合を設立した。この組合で黒沢は専務理事になっている。組合は1926年3月に組織改編にし、名称を北海道清楽販売組合連合会に改めた。その後、楽連は戦時中の1940年に北海道高能公社 戦後の1947年に北海道落農共同株式会社と編成し、1950年にブランド名として名乗った雪印を社名とした雪印乳業株式会社となっている。楽連において黒沢は販路拡充、品質向上に取り組み、初代会長の宇都宮が急病により会長を辞任すると、1935年5月に 会長に就任し、後に大企業となる、雪印入業の基盤を築いた。北海道工農公社では、創設時に社長に就任。戦後発足した北楽社では、取締役会長になったが、GHQ の占領政策により、役員の退任を強要され、1949年に辞任した。その後、北楽社が分割して1950年に誕生した。 雪印乳業株式会社では相談役に退いている。黒沢はまた北海道開発の方面でも活躍しており、戦前においてはデンマーク式農業の紹介や北海道議会憲政会の拓殖計画、副委員長に就任し北海道第2期拓殖計画の策定で主導的な役割を果たすなどのことを成した。 戦後は1952年6月に北海道開発庁の北海道開発審議会委員に任命され、1954年9月には同会会長に就任し、以後8期16年会長職を務め、北海道開発計画の策定等で指導的役割を成した。その他の北海道産業界での経歴としては、 北海タイムスにおいて1960年12月に社長に1966年5月に会長に就任札幌テレビにおいて1957年10月に設立発起人の一人となり設立後取締役に就任などがある政治家としてのスタートは1924年8月に県政会から北海道会議員に立候補し当選したことから 始まる。1926年10月には、道議員のまま、札幌市会議員に当選、副議長となる。1942年4月体制翼3回の推薦を受け衆議院選挙に出馬し、当選し、農林議員となる。この時の国政進出は、本意ではなかったと述べているが、戦後、自らの心情を実現する、政党結成を決意し、 1945年に日本共同党を戦国共太郎たちと共に結成し、同党の代表世話人となる。しかしながら1946年に公職追放となり、世話役を辞任した。1950年10月公職追放解除後、自由党ら保守勢力に押され、1951年4月、北海道知事選に出馬する。 現職知事の田中俊文に挑み、大雪山系の電源を開発し、諸産業をベルトにかけて回す、館地住宅の建設、教育の問題から働く者にも教育をの3つを公約に掲げ戦ったが落選し、以後は政治活動に直接関わることはしなかった。落農業者への教育の必要性を感じていた黒沢は、 教育機関設置に向けて関係者へ働きかけを行った。この熱意に動かされ楽連は道内農村青年のための教育機関の設置を認め、1933年10月1日に北海道楽農技塾が設置された。黒沢はここで塾長を務めた。黒沢はこの楽農技塾で自身の主張する農民道五足で、 熟成たちの農業人としての精神育成に努めた。農民度五足とは以下である。一、農民は誠そのものたる一、農民は天地の教竜に従え一、農民は土を愛せよ一、農民は勤労を尊び権約を守れ一、農民は協力一致せよ、農民は産業組合によって団結せよ、落農学園士三。 85から87ページやがて、島事変の勃発など日本が戦争に傾いていくと、黒沢は、食料増産をするには指導者育成のための、公主農業学校の設立が必要と考え、その構想を、文部商工官へ訴えた。それは、役人から賛同を得られ、1942年に、財団法人高能技塾のっぽろ機能学校が、開校の運びとなった。 初代校長は、黒沢である。戦後は、自身が信仰するキリスト教の聖書を教育の柱と、する、学校法人落納学園に、組織改編をし、自らは1950年に、初代学園長になり、落納学園の下開校した、落納学園女子高等学校、落納学園単期大学、落納学園大学の校長、学長を務めた。 1970年に、北海道開発審議会会長を辞任した後は、ほとんどの公職から身を引いた。88歳の頃、自ら悲願、という田中肖像の著作集の刊行を目指し動きを、はじめ、資料の収集や、知り合いであった、東端誠一に、岩波書店への取り次ぎを依頼するなどし、ついに岩波書店からの、田中肖像全集の刊行にこぎつけた。 黒沢はこの前週に田中から託され大切に保管していた田中の日記、手紙等の文書を提供し、自らは編纂会の顧問として編纂に尽力した。前週は1977年に第1回廃本の第7巻が刊行され、1980年に全20巻の刊行完結が黒沢の存命中になされた。 1981年春頃から衰弱著しくなり、11月に札幌医科大学附属病院に入院する。1982年2月6日午前6時13分、同病院で心不全のため96歳で死去した。葬儀は、密葬が2月8日9日に札幌霊堂で、本葬が、小黒沢鳥蔵王落農葬として2月26日に、 札幌市民会館で行われた。黒沢は自身の思想、哲学を以下のような言葉で説いた。剣道県民は黒沢の造語で黒沢の言葉によれば健康と長寿を創造するには健康で豊かじような国土を創造すべしと要約されるものである。この言葉の原点は田中正造の思想にあると考えられる。この言葉は 楽農学園の見学の精神に含まれるほか、雪印の創業の精神にもなっている。剣道、県民、県産、つまり、健康な国土、健康な国民、健康な産業の三つのバランスと連携が、国の健康につながるとの考え。その中で、黒沢は、県産の基本に農業を据えた。農業は、天、地、人の合作であり、自力の増進を基本とした、 適地的策でなければならない、とする考えである。黒沢はこの考えを、循環脳法図というものに図式化して説いた。北海道江別市分兄弟緑町582番地北43度04、分23.9秒統計141度30分39.6秒、北43.073306度統計141.51100度。 43.073306141.511000、43. 6, 000, 校内には北を指さして立つ黒沢の銅像がある。付属図書館では、黒沢の明治期から50代後半からの資料の複製を所蔵している。北海道札幌市東区内部町6丁目1番1号、北緯43度04分21.0秒。 統計141度23分7.2秒、北43.072500度統計141.385333度、43.072500141.385333、雪印メグミルクの企業博物館で、館内には、黒沢ら創業者の歴史を紹介したコーナーがある。 鳥は神茨城県日立大田市小目町2478北緯36度30分41.1秒、統計40度34分10.0秒、北緯36.511417度統計40.569444度、36.51141740.569444、黒沢の記事跡に建てられた集会施設で、 1970年に黒沢とその弟が故郷の日立大田市小木町に残していた土地に建造し土地と一緒に地区に寄贈したもの。名称の由来は鳥蔵の鳥と弟の和尾の輪を合わせたものである。建物は木には黒沢鳥蔵先生生誕の地の石組みがある。著作参考文献に挙げた以外の資料について 図書、田中正造をめぐる三人の人物を描いた小説集で、その中の一編、北の大地の工房、黒沢洋蔵の場合に、黒沢が取り上げられている。雑誌記事録音資料、田中正造との出会いについて語っている黒沢の肉声を収録した CD。黒沢の他に東京モスリン会葬儀の頃について語っている、山内美奈の声も収めている。 ありがとうございます。